はい、皆さん、こんにちは。ギガプロットです。今回はですね、今、ボス警告ということで、この死のドドですね。多分、死のドドという、なんか、まあちょっと、まあ英語をなんか、そのまま直訳したような、ちょっと、名前でちょっと、微妙な感じなんですけど、まあこのボスが来てるんですが、今回はですね、こちらバトルで、PVP で、先日作った、ダンクレオサウルスですね。こういった、このイカッサは半端ないね。こいつを使ってですね、この PVP をやってみようと思います。今回はね。はい。いやー、これ、本当にこの水中の、まあ、ステータスとしてはもう、最強なんでね。6900の体力と、3594のアタックということで、めちゃくちゃ強いということで、この図を入れて、PVP をやってみたいと思います。はい。ということで、まぁ、こんな感じで、復活までにちょっとかかるけど、まぁ、復活させて、まぁ、サンゴ類に弱いということなんで、表面属である、まぁ、ダンクレオサウルスは、まぁ、洞窟に強い、じゃあ、とりあえず、オルサカンサスとか入れて、まあ、ティーロサウルス、まあ、やっぱ、アーケロンって結構強いよね。まあ、ウモナサウルス行こう。アーケロンと言いつつ、ウモナサウルス。まあ、こんな感じで行ってみましょうかね。はい。スタート。ダンクレオサウルス。こいつにかなうやつはいるのか。さあ、アレックスっていう人ですね。はい。さあ、でかいっすね。でかい。ダンクレオサウルス、でかい。これさ、これなんかボスとかの、なんかサイズだよね。ボスとかに出てきそうなサイズ。やっぱでかいね。やっぱ、ダンクレオサウルス。めちゃくちゃでかいわ。危ない危ない。おっと。ワンパンできちゃう。はい、ボン。いやー、強っ。リオこれウロドン。いやー、もうでかいね、しかし。しかし、ほんとでかいね。あ、ちょっと貯めておいて。さあ、1、2、3、4、5。まあ、こんな感じで、ガオしてないので、ガブリと、すごい噛みつき。さあ、またリオプレウロドン。おっと、これはマックスアタックが来るのか。おっと、これは、もしかしたら。死んじゃったけど、その、でかさがすごいから、なんか、死んだっていう感じがしなかった、なんか。普通にこう、食らって、ひるんだだけかと思ったわ。はい。ということで、まあ、フリー属性だったんでね、ダンクレオサウルスはサンゴ類に不利ということで、その上でまあ、マックスアタックを食らっちゃったってことなんでね、ちょっと、まあ、ちょっとやられちゃいましたけども、まあ、普通に勝てましたね。はい。で、エリートプライズ。まあ、これ結構、もう一回これできるんだよね。スピンってこう。CM 広告見ればもう一回スピンできるんだけども、それを見るとちょっとなんかバグるので僕の端末ではね。それはやめときます。はい。ということでもう一回やってみましょう。今度は負けないぞ。今度は負けない。同じように、まあ、そいつ、まあ、こんな感じで。はい。ダンクレオサウルス、このアイコンもやばいよね。いかついよね、本当に。めちゃくちゃいかつい。もうボスかっていうぐらい。ちょっと紫じみてるっていうところもあるんでね。さあ、おーっと。ちょっと並行して並んでいたが、かなりデカさが違う。めちゃくちゃでかいぞ。めちゃくちゃでかいね、ほんとに。で、優位属性になってるんで、アタックが5391と。めちゃくちゃな攻撃力。半端ないぞ、これ。これはやばいね、正直。はい。ということで、ワンパンで落としますね。で、さっき負けちゃったリオプレウロドン。こいつに、まあ、唯一も不利なんだけども。
はい、こうやって貯めておいて、まあ、せっかくなんでやっぱマックスアタック見たいんでね。うん、さあ2アタック、いってえなこの野郎、何しやがるんだ。1、2、3、4、5、はい、とりあえずガードしておく。うん、まあこれでまあマックスアタックはいけるでしょう。はい、1からの1。うん、こんなものは効かない。さて、マックスアタックいってみますかね。結構えげつい感じ。まあ正直ここでマックスアタック使わなくても一番最後で使うかなって感じやな。ほら、ごっつい噛みつき。さあ、ダンクルオステウス、こいつの噛みつきもまあ相当やばい。なんか T-Rex をも超える噛みつき、噛みつきの力が強いということをまあコメントで教えていただいたんですが、まあ、これはそれは相当ですよね。 T-Rex を超えるのっていう噛みつき力、噛み力、力の強さ。はい、ということでこいつをマックスアタックで沈めたいと思います。さあ、マックスアタックを食らえ。おお、さあ一周してからの、おおおお、地面ガリガリ削りながら突進。いやー渋いね。しかしこれはすごいな。おお、すごい。さすがこれ。帝王っていう、まあ、感じではないけど、お、新生代は当たらなかった。帝王っていう感じではないけど、なんだろうね、なんかすごい、その、もうめちゃくちゃ強い、なんか、なんていうかな。なんだろう、なんていうんだろう。まあ、とりあえず、まあ、ぶっ壊れハイブリッドっていうのは間違いないですよね。うん。で、ロマリオサウルス入れて、まあ、今回はね、参戦やってみようかなと思ってますんで、ジャイアントオットコーンでも入れておこうか。はい、こんな感じで、3戦目はこんな感じで、行ってみたいと思います。さてさて、誰が出てくる？さあ、デイビッド。この時間にもやってる人いるんですね、普通にね。なんて言ったりして。いや、しかし、でかいね。しかし、でかいね。ダンクレオサウルス。ほんとでかい。はい、これフリー属性だけどワンパンできちゃう。ワンパンできちゃう。やばいね。さあ、メガロドン。こいつも、お、こいつもでかいね、やっぱり。こいつも、なかなかの、同じぐらいの大きさなのかな。いや、でも、こっちの方がちょっとでかいだろうな。さすがに、こっちはぶっ壊れハイブリッド。融合で作られたハイブリッドなんでね。さすがにこっちならでかいだろう。お、これはマックスアタックが来るのか。3、そんなものは効かぬわ。さあ、こいつは3使ってきたんで、まあ適当に3アタックとかでいけるかな。はい、こんな感じで。おっと、4ガードしていたメガロドもなかなか槍手ですな。なかなか槍おるな、こいつには。はい。ということで、これで1、2、3。これぐらいで沈むんじゃないか。おお、沈んだね。ほら。ということで、次3ゴールちょっと不利になっちゃうんだけど、クロノサウルス。おっと、8。うわー、マジか。6アタック。うおー、沈んじゃう。このダンクレオサウルスが。じゃあ、ロマレオサウルスのマックスアタックで締めましょうかね。さあ、ぐるーっともう回転して、ドーン。いやー、いいっすね。まあ、このロマレオサウルスも本当に強いですよね。小柄にして、はい。ということで、参戦やってみました。お、新生代。お、お。いやー、持ってない。なんかゴリラっぽいやつがいたぞ。あんなやつ新生代にいるんだね。あれ何？
持ってないけど、ゴリラっぽいなんか見た目のなんかやついたね、なんか。ということでもう一回行きましょう。負けず嫌いなんで、正直なんか負けて終わるっていうのは嫌なんで、まあ負けてないけども、そのなんていうの、あのこうダンクレオサウルスが負けちゃったっていうのがちょっと納得いかないっていうところなんで、まあこんな感じで行きましょう。ということで4戦目に突入しちゃった。今回はちょっと3戦で、終わる予定だったんだけども。はい。サンゴ類が2匹。クロノサウルスのレベル38。敵のターン。有利属性なんで。まあ、アガードしてない。ほら、このごっつい尻尾を食らえ。さあ、これクロノサウルスの38。で、3からの、特に何もしてこないということで。じゃあ、こっちも、ちょっとこう、手駒を変えて、アーケロンで、貯めてみましょうかね。うん。アーケロンも結構、長いこと結構活躍したよね、水中では。てか、今でもするかな。いったー。ワンパンさせちゃったわ。まあ、わざとっていうか、まあ、遊び半分でやってるんでね、正直そこまでがっつりやってない。まあ、1、2。もう、倒せるよ、普通に。さあ、ハイノサウルスの、結構、キレのある尻尾。おお、プレシオサウルス。これ、3回進化したらこんないかつくなのか、プレシオサウルスも。これもまたこれで、なんか、すごい意外だなっていうか。さあ、ここら辺で、ダンクレオサウルス。おら、俺のこの図体に驚け。さあ、7からの4。ちょっと痛い。さあ、じゃあ、マックスアタックで、ダンクレオサウルスのマックスアタックで、とどめを刺しちゃいます。さあ、口を上げて、ぐるりと回転し、地面をホリホリしながらな、ダーンと。いやー、いいっすね。かっこいいね。ダンクレオサウルス。これはやばいね、本当に。なんか本当に、なんか、ある意味その、まあ、こう言っちゃうんだけど、こう、化け物クラス、メガロセロスってやつが手に入りましたね。メガロセロス。はい。まあ、ということで、一応4戦、ね、まあ、3戦で終わる予定だったんだけど、まあ、3戦目がちょっと、ダンクレオサウルスがやられちゃってっていう感じで、まあ、終わっちゃったんで、まあ、一応、負けず嫌いな僕としては、まあ、ダンクレオサウルスでやっぱ勝って終わりたいと、いうことで4戦やっていきました。はい。いやー、やっぱ、無類の強さですね。表面属ではもうぶっ壊れ。で、フリ属性に対しても、まあ、クロノサウルスとかその辺なら全然対応できるっていう感じですね。はい。やっぱめちゃくちゃ強いっす。このダンクレオサウルス。この本当にこのアイコンがね、めちゃくちゃいかついんだよな、これ。本当に、なんかもう本当ボスみたいなアイコンだよね、これ。ちょっと紫地味だ、このカラーリングといい、傷だらけの顔といい、なんかすごいよね。こいつは本当に、まあ、作る価値が絶対にあるっていう。まあ、絶対、まあ、持ってる人は、まあ、持ってる人っていうか、なんだっけ、モササウルスとダンクロステウスを、まあ、持ってる人は、まあ、絶対もう、作っただろうけども、絶対にね、まあ、本当に、なんか持ってない人用に、なんか結構、今、どこだっけな、なんかお知らせかなんかで、お知らせ？ここじゃないのかな？ここかな？なんかどっかで売ってたような、モササウルス。あ、トーナメントだわ。トーナメント。今の、ここ来てる。この、
死のドドのところの次、ここね、モササウルスのトーナメントが今開催中ですね。はい。ここで、まあ、ゲットできなかった人は、これでゲットしてくださいという感じですね。これも、まあ、コメント欄でちょっと一応質問があったので、一応答えておきたいんですが、こういう、まあ、限定の、なんかそういう、こういう、まあ、恐竜が報酬となってるトーナメントでは、このトーナメントが終わった後ですね、トーナメントが終わった後に、ドミネタリーグトップ 1% に残れなかったという場合に、取り逃したみたいな感じでセールが来ますよね。まあ、この報酬の恐竜のセール。その時にセールとして購入しても、その恐竜がアンロックされるわけではないのでご注意ください。まあ、アンロックされないと、要は DNA で量産できないんですよね。だから、まあ、取り逃したっていう場合に、まあ、購入する場合は、レベル40までやりたいって思う場合は、8回購入する必要があります。結構なお金が飛んじゃいますね。はい。その辺だけご注意ください。ということで、はい。今回はこの辺で終了にしたと思います。ありがとうございました。